はい、西谷です。今回ですね、急遽動画を配信していまして、宮迫博之さんのチャンネルで中田敦彦さんがね、宮迫さんの焼肉店の経営にちょっとアドバイスする動画、あのウィンウィンウィンのパート4っていう動画なんですけども、僕ね、たまたま YouTube 見てるとおすすめ動画に上がってきたんでね、何気なくポチッと押したんですけども、1時間ぐらいの尺の動画だったんですけどね、一瞬で動画が終わったんですよ。あっちゃんやばいなっていうのがこの動画を見て感じたことで、ものすごく仕事につながる部分があるなと思ったんで、バーッとメモしていったんですよね。これやばやばやばってやつを。今回はね、タイムリーな話題なんでね、皆さんに僕がちょっとメモしたこととか、中田あっちゃんの何がやばいのかっていうのをね、ちょっとまとめた動画を配信したいなというふうに思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではビジネスに役立つ、すぐに実践できるを目的にチャンネル配信をしています。よければチャンネル登録といいねと思っていただいたらグッドボタンを、悪いねと思っていただいたら遠慮なくバッドボタンを押していただければと思います。では中田敦彦さんから学ぶプロのビジネス術とは。まだこの動画見てない方いらっしゃると思うんで、10秒でこの動画の話をまとめると、焼肉店経営で炎上する宮迫さんに、中田敦彦さんが情報整理と課題把握、最善の判断へと導く動画というのが、まあ一言でまとめたらそんな感じかなというところで、中田敦彦さんのやばいなっていうポイント3つ。1つ目が質問力、2つ目が調整力、3つ目が判断力っていう形でね、自分の仕事にこの力ってすごい役立つなとか、すぐに使えるなっていうのを、それをね、仕分けすると、この大きく3つに分類できたなと。今からね、1つずつこれってじゃあどういうところからこの力が垣間見えたのか、自分たちが仕事においてはどんな風に中田敦彦さんの技を使っていけばいいのかっていうところまで落とし込んでいきたいと思います。まず1つ目、質問力ですね。中田敦彦さんね、1時間の動画なんですけども、机の上にスマホを置いてね、でそれをチラチラ見ながらファシリテーションされてたと。おそらくこの当日の前までに、宮迫さんのこれまでの優遇上の動画をね、徹底的にリサーチしてたと思うんですよ。一番詳しい当事者たち、宮迫さんだったりとか、共同経営者の方だったりとか、協力パートナーの人とかですね、一番詳しい当事者がどんな答えを返したとしても、的確に、あ、それってこういうことですよね、やり取りができてた。これはやっぱ情報を知らないと絶対にそういうやり取りはできない。さらにね、それは情報をリサーチするだけではなくて、今回この動画を撮影するにあたって何を聞いてどこまで持っていかなきゃいけないのかっていうのをね、頭の中に全てシミュレーションされていたと。それに沿ってね、戦略的に情報収集をした上で話が進んでいってたのをすごく感じたっていうのが1つ目の部分ですね。2つ目、課題を把握する力って書いてます。中田敦彦さんの視点って、自分はこう思いますではなくって、宮迫さんの動画を見たユーザーがこう感じてますよとか、視聴者に寄り添った形で課題を把握しようとするスタイルが一貫してたなと。でこれよくありがちなんですよ。自分はこれがいいと思うとか、私はこうやりたいみたいなところなんですけども、仕事において大事なのって、自分がどうのこうの以上に相手がどう感じてるのか、どう思っているのかっていうね、ここが一番大事っていうところで、一貫して視聴者目線で話を進行されていたなっていうのがこの2つ目にあたります。で質問力の3つ目ですね、端的に伝える力がやばかったなと。あっちゃんの言葉のチョイスにも注目してほしい。できるだけコンパクトに、必要な情報だけで端的に相手に質問を投げかけたりとか、まとめた情報を伝えたりとかっていうのをやってたっていうのがすごく印象的でした。当事者の方がですね、結構長々と説明したシーンとかがあったりしたんですよ。言ってる内容はまともなんですけども、正直僕聞いてて頭に入ってこなかったんですよね。あっちゃんの言葉はめちゃくちゃ頭に入ってくる。短く端的に伝えてるっていうところがすごく大きかったなっていうところと、あとは質問しながら進めていいですかってあっちゃんが言ったシーンだったんですけど、コミュニケーションしながら話を進めていきましょうっていう提案をされたのも、これもすごいなって感じた点です。これがまあ大きく質問力っていうところで勉強になったなっていうポイント。2つ目がね、調整力っていう力ですね。あっちゃんが常に意識していたのは、この問題の責任者って誰ですかっていうのを毎回確認していた。
仕入れを決めるのは誰か、宣伝広報を担うのは誰か、責任者をね、明確にするっていうのがやり取りしてる中で垣間見えた部分です。担当者と合意が取れていたとしても、最終決定権者の意思決定でひっくり返されることなんて山ほどありますので、話をまとめるとか調整することによって誰が決定権者かっていうのをしっかりと明確にした上で進行することっていうのがすごく大事です。で、次ね、常に具体で取りまとめてくるなと。例えば月々家賃がいくらかかっていて、でこれまでにどれだけ出費がかかっていて、これから3ヶ月後半年後出費が続いたとして経営が成り立っていくのかどうか、なんとなく大丈夫ですよとか問題ないですではなくって、しっかりと具体で情報を収集してまとめた上で、抽象的な表現じゃないっていうところね。これをすることによって聞いてる人とか見てる人に信頼感とかね、やっぱ安心感を与えるなっていうのがこの2つ目の部分です。で、調整力のね、最後の部分、あっちゃんは自分がこうした方がいいよっていう話をするんではなくって、今の宮坂さんの置かれている状況だったりっていうのを具体で把握した上で、じゃあ A という決断をしますか、 B という決断をしますかっていうのをね、相手に判断させるっていうところまで持ってって、と必ずね、責任者が誰でいつまでにどうしますかっていうところまでを持ってってたなっていうところが、この一番最後に感じた部分。撤退って本当に物理的にできるんですか、できないんですかとか、動画の中でこう時計を売らなきゃいけないみたいなシーンだったんですけども、本当にその時計って売らないといけないんですか、もう止めることはできないんですか、撮影はどこまで行ってるんですかみたいなことですね。具体で把握した上で、宮崎さんにとってどっちの方がいいですかと、 A か B かという選択肢を相手に最終的には判断させるっていうところの調整する力がものすごかったなっていうふうに感じました。最後、判断力っていう項目ですね。この判断力素晴らしいなって感じたエピソードがあってですね、まずその一つが、この撮影を竜宮城でやるって決めた判断、これも素晴らしかったなっていうふうに感じました。ミミミの動画ですね、パート4以外の3つは豪華なスタジオで撮影して発信をしてるんですよね。4回目はこれもう撮影し終わった後に4本目撮ってますんで、でもとはいえどっかのセット借りてとかね、じゃあいつも宮迫さんとか中田さんがやってるような背景とかもね、ちょっと映えるようなところで撮影するっていう判断もできなくはなかったと思うんですけども、竜宮城で撮ったっていうのもね、僕これ秀逸な判断だなって感じた。動画自体はそんなに凝ってるわけじゃないんですよ。カメラも結構ブレるし、一般の方でも撮れるようなカメラで撮影してんじゃないかなっていうような感じるぐらいの動画のクオリティなんですけども、あの場所でやり方で撮影することによってめちゃくちゃリアリティが生まれたなっていうのをね、すごく感じました。おそらくあれも豪華なセットの中でやったとしても、結局作られたものっていう風に視聴者さんが受け取って、なかなかこう芯まで入ってこなかったんじゃないかなっていう中で、あそこで撮影するって決める判断力って素晴らしいなっていうのが一つ目ですね。で、二つ目、関係者全員をね、あそこに集めるという判断も素晴らしい判断だったんじゃ、視聴者から見てて、これ実際どこまでが本当で、お金がないとかね、経営がまずいって言ってるけども、どのぐらいでレベルでまずくてとかやばくてみたいなところが、なんかみんなこう疑心暗鬼みたいになってる状況で、当事者全員を集めてね、質問力と調整力であっちゃんが状況を把握していってね、具体で視聴者に向かってまとめて説明していくっていう動画を当事者全員でやれたっていう、一番見ている人からしても納得感があったんじゃないかなっていうふうに思います。で、最後、これね、1時間ぐらいの動画を見ていて一番すげえなって思ったのが、車を売らせないっていう判断をしたことっていう、時計も売らなきゃいけない、車も売らなきゃいけない、で追加の内装費用で2、3000万ぐらいかかるみたいな、世間の見られ方として宮迫さんがいろんな人から騙されて身ぐるみ払わされてんじゃないかみたいなね、そういうなんかこうイメージが陥ってたんですよ。で、それを察したあっちゃんは、これ良くないなと、宮迫さんに対して前回動画で車を売って CM 作りましょうっていう話をしたんだけれども、あれいいですと、僕が CM 作りますっていう判断をされたんですよね。で、これ捉え方によってはね、うわあっちゃんかっこいいなと、男気やなって思うかもしれないんですけど、僕の印象って全く逆で、経営者としてめちゃくちゃ賢い選択をされたなっていうふうに感じた。もちろん宮迫さんのためにっていう判断はあったと思うんですけども、自分のためにとっても車を売らせないっていう判断を取ったんじゃないかなと。
宮迫さん一人がオーナーじゃなくて共同経営者の方がいらっしゃって、お金もね全て宮迫さんが払っているようなイメージだったりとか、それによって困窮してるイメージってこれ視聴者は欺いてますよね。それであれば車も必要もないし時計も必要もないと、状況を正確に伝えて今ある課題に対してちゃんと手入れていきましょうっていう話をしていたのかなというような形ですね。やっぱりリーダーにはバランス感覚が必要だなと、今日話した3つの力、質問力、調整力、判断力、これがあるとね、もし次手を打って失敗したりとか予想しないことが起こったとしても、また同じようにしっかり状況把握をして具体で戦略を練って期限を決めて行動するっていうね、これがやっぱこうバランスを保つリーダーなのかなっていうところで、経営って短期じゃなくて中長期で見ないといけないなっていうのがね、今回の動画を見てすごく感じた部分です。おそらく宮迫さんの焼肉店オープン1ヶ月目めちゃくちゃ売り上げ上がると思います。それはやっぱあれだけチャンネル登録者がいて芸人さんもやられててね、人気がある人なんで短期的な売り上げってガンと上がると思うんですけども、逆に人を呼べるからこそ諸刃の剣だなと思って、でそれだけたくさんの人が来てくれてもまた次行きたいと思えるかとかね、すごいいいお店だと感じてもらえるかっていう、この中長期的なやっぱり目線っていうのがすごい大事だなと感じた。最後なんですけども、小さくから大きくっていうのが、まあ、これセオリーかなという形です。いきなり大きな投資をして勝負をかける、もちろんこういう経営戦略もあると思う、ただこれやっていい時って限られてると思う。過去に同じような業界でね、圧倒的な実績とか経験を持ってるとか、サービスに対してものすごく強いスキルがある場合とかっていう時はね、いきなりこう資金調達を大きくして攻めていくっていう手もこれも当然あると思うんですけど、今までやったことがないとか経験がない実績もないっていう中で大きく勝負するっていうのはハイリスクすぎるなっていうのをすごく感じた。小さくてもいいからやりながら、その中でね絶対こう失敗も成功もあると、じゃあその失敗したことをどうやって改善していこうかっていうデコ入れしながらちょっとずつちょっとずつ大きくしていくっていうのはね、これが一番のセオリーなのかなっていうのをすごく感じましたというところです。ちょっと僕がメモした内容を今日はざっとまとめさせていただきました。僕まだね動画は1回しか見れてないんですけども、何回も見直してみようと思います。あっちゃんの話の中でねもっともっといっぱいヒントがあると思います。ぜひ皆さんもこちら見ていただいて、今日明日からの仕事に役になっていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、このチャンネルではビジネスに役立つ情報を配信しています。よければチャンネル登録といいねと思っていただいたら、グッドボタン、悪いねと思っていただいたら遠慮なくバッドボタンを押していただいて結構ですので、応援していただける方はチャンネル登録よろしくお願いします。では皆さんまた次回の動画で。